ようこそ。歴レポチャンネルの風千代です。いろんな歴史を紹介するよ。チャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。今回は本能寺の変シリーズ第8弾、信長は神様じゃです。大好きで持論持ってる方たくさんいると思うよ。ぜひコメントにあなたの説をいろいろ書き込んでね。ただしこのコンテンツのお題の範囲でお願いね。まだ第8弾だから。これからいろいろ作るからね。それではタイムスリップ。天下布武を目前に、信長は少々暴走していたようなところがあったみたいね。プロイスの日本史に面白いことが記載されている。地上の死すべき人間としてではなく、あたかも神的生命を有し、不滅の有無であるかのように万人から礼拝されることを希望した。信長は、神様として崇められる存在が良いと思った。さらに、信長は創建寺を建立し、大いなる信心と尊敬を寄せる者に、四つの御利益があると書いている。一富者は、ますます富を得、貧しい者、身分の低い者、卑しき者は、功徳によって武勇となる。2.80 までの長寿となり、健康と平安を得る。三、信長を、誕生日を誠実とし、参拝することを命ずる。四、信じる者は、確実に約束されたことが実現する。なんか命令が混じっているのか、気になるけど、信長は、家臣も含め、民衆にも、生き仏として本気。で、創建寺へ参拝することを命じたようね。プロイスは到底信じられない。だから、罰が下って死んだとまで書いている。まあ、多宗教を地味た真似をする信長を痛烈に批判しているようね。この記述は、他の研究者では懐疑的に見られているみたいだけど、信長後期にも似たような記述がある。それは、天正10年正月の年賀挨拶についてで、信長は身分問わず、霊仙白門ずつ持参するよう、堀秀政、長谷川秀勝に命じている。信長自ら、その霊仙を参列者から受け取ると、創建寺の毘沙門堂から、天守閣の本丸まで入ることを許したとある。この白門は、明らかに、お参りの際のお賽銭的な意味づけ、のように勝手に思っているんだけど、そう思わない。信長は、神様になりたかったのか。信長の神格化は、僕は、民衆への刷り込みだと思うんだよね。近年、安土城発掘調査で、本丸御殿内部に、聖楼殿の間があったことが分かっている。聖楼殿とは、天皇の日常生活の居所なのね。問題は、信長の間が、それよりも上段にあったってことなのよね。信長の政策を真似ていた秀吉は、大阪城内に聖楼殿を作っていた。さらに、朝廷へ大阪へ遷都した旨も、告げていることから、信長は、まず、京から、安土への遷都を考えていたのは、ほぼ間違いないかもね。また、信長この頃、前右府と呼ばれていた。天正3年11月、右近衛大将に叙任したが、天正6年、1578年4月に、朝廷の官職を辞している。実は、同年3月に上杉謙信が死去している。信長の脅威はなくなっていたのね。朝廷の意を借る必要はなくなったということかと僕は思ってるんだけど、天正9年2月の京を馬揃えに、信長は扇町天皇を招待して、天皇は大変喜んで、信長に左大臣はどうかと推任したが、その場で断っている。だから三職推任問題、信長に太政大臣、関白、征夷大将軍のいずれかに推薦するも朝廷から、信長へ話を持っていったのだろうと推測しているのよ。だって、朝廷にしてみれば、いずれか欲してくれた方がラッキーなのよ。だって、朝廷から、信長に官位を与えるって形になるじゃない。朝廷は、安泰ということなのよね。だから、強大な力を持つ信長が官位なしというのは、これ以上不気味な存在はないってことだと思うよ。
それだけじゃないのよね。信長は、大木町天皇が上司、実仁親王の即位を望んでいた。実仁親王の第五王子、恋宝親王があり、彼は、信長の有志性は変わらず、契約上の親子関係となっていた。僕は、この第五王子の恋宝親王を利用した織田家と天皇家の融合を計画していたんじゃないかと推測しているのよ。冒頭に紹介した神格化は、信長は天皇よりも上の存在なんだから、それもありよねえと民衆に思わせるための意識改革をしたかったということかと思うよ。光秀は将軍家に仕えていたこともあり、朝廷には近かったはず。敬う気持ちがあってもおかしくない。もし光秀に尊王の意志があったとしたら、これは十分編の理由になるんじゃないかと思うよ。次回は光秀の殺意です。お楽しみに。どうだった？歴史って本当に面白いね。せっかくだから、あなたの疑問や面白い説なんかコメントください。みんなで真実にたどり着けると楽しいよね。ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。ではではまたね。